はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。一応前回でこのグレインウッド川のタスクは全部消化できたので、今日からね、この契約の方をやっていこうかなと思います。で、最初にやるのがこれですね。巨人の崩落。先日の嵐で古い大木がいくつか吹き飛ばされてしまった。貴重な木材を無駄にしないため、輸送用の丸太を用意した。受け渡し場所は厄介だが、君ならできるはずだと。このセコイアっていうね、まあ、大木を鉄道車両まで運ぶと、3本あるんですね。順番にやっていかないといけないんで、まずはここから、はい。一応近くまで来てるんですけど、クレーン付きトラックで来てくれって言われてるんで、ログ、クレーンではないんですよね。こっちのクレーンですよね。ちょっと一回どんな感じか見てみましょうか。キャリアがね、丸太用のキャリアなのか、あの荷台、普通の荷台かどっちかちょっとわかんなかったんで、一応丸太用のキャリアを持ってきたんだけど、いける？ちょっと待ってね。道がね、広いんだよね。どこ？どこにあんの？ここから右ですね。ここ？こんなとこ行くの？ひどくない？ちょっと待って、こけそう、すごい。ひどいな。よいしょ。ちょっと慎重に進んでいきますけど。よし。この辺やな。これぐらいでいける？よし。よし。そこから釣り上げられますか。よし、やっと入っていける。あー、めっちゃでかいの落ちてる。てか届くかな、ここまでしか進め。 F6、 この辺から釣り上げられたらいいですけどね。ちょっと一回アンカーを出して、そっちまで、ここまで、そのキャリアを連れてくるのがちょっと大変そうなんですけど、これがどれぐらい重さがあるかですよね。クレーンでいいんだよね。ああ、つながるね。持ち上げられる？あ、一応持ち上がるのは持ち上がるね。4スロットなんだよね。最悪こっちのクレーンで運んだ方がいいんちゃうかっていうね。まあでもちょっと重さを、そのちゃんと積み込んだ時の重さをちょっと体感しときたいんで、とりあえず、まあ今はここにちょっと乗せますけど。よし。難しいんだよな、こっちのクレーンでちゃんと固定しようと思って。屋根に乗せますか。こんな感じ。もうちょい左に曲がらへんの？飛んでいいの？よし。乗ってんのかな。ちょっとそのキャリアの方までこれで行くか。アンカーは、戻します。右ね。はい、行けるか。ああ、でもバックのままや。こう。めっちゃ転びそう。右の方が傾いてますよね、重心で。あ、今はちょうどいいか。左にこけそうだから。よしよしよし。あれ？えぐいな。えかかる。うん。あーいける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 。大丈夫。踏ん張れる。じゃあ完全に右にこけそう。大丈夫。こんなとこ、ちょっと待って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 、そうそういける。よし。え、そっちだよね。ここのカーブさえ曲がりきれれば。怖っ。よしよし。
その道まで出してしまえば、まあ乗せられると思うんで。大変やね、これも。置けそう、めっちゃ。危ないな。ゆっくり行こう。あー、こける、こける。せこいや、ちょっと暴れすぎでしょ。うん、よしよしよし、これだ、これだ、これだ。とりあえずここまで来て、どっちかな、普通の荷台かわかんないけど、とりあえず、こっち側、リリースしないといけないのね。まあいいわ。こっちね。はい。一応乗っかってるね。この、デリーロングホーンで、一応丸太用のキャリアをつけてきたんですけど、落ちる？落ちるな。どっちかな？合図的にはこれでいけそう。まあ、まあ、これで一応乗るのは乗るよね。プレモード。はい。とりあえず下ろします。もういい。これでいいんちゃう？まあ、ちょっとずれ。はまってないんですけど。お手できんのかな？お手できません。場所が合えば OK ってことこれ。ちょっと待ってよ。もうちょっと綺麗に積むか。こっちや。もうちょっとこっち側なんですね。よし。丸？入らないんですけど。あ、入った。これでいい？ギリギリやな。どんだけでかいんだこれ。固定します。固定できひんって言われる。あ、後ろが浮いてんの。ちょっとんなら、前に行くよ。固定できないって言われるね。これわかんないんだよな。固定できるものなのかどうなのか。でも、納品ができないよね。固定できなかったら。もうちょい後ろずらしてみる。停車してください。無理。待って。どっちな、あんのかな。キャリア、どっちのキャリアが正解かを教えてほしいな。これ以上でも後ろやると厳しい。うん。これぐらい。うん。分からへんねんけど正解が分かんない。これでも何も出てこへんもんな。どうしよう。じゃあちょっとこのままとりあえず運んで、ここに運ばないといけないんだよね。この辺まで4スロかなのキャリアも一応持ってこようか。これじゃないんか。こっちかなと思ったんだけど。まあ、そしたらもうちょっとしっかり、前に乗せとこう。まあ、落ちなければいいですよ。今ちょっとハマった。最後の。うん、できひんね。違うんか。いや、運ぶわ、とりあえず。クレーンもちょっと引っ張っていきますよ。まあ、この辺でちょっと待機して、あんまり広くないけど、一回ちょっとここで止めておきます。で、ちょっと4ソロのトレーラーも持ってきましょうか。いで、よし。一応これを持ってきたので、ちょっとこっちに一回乗せてみますね。いけるか、この辺でいける？で、エンジン停止、クレーンで、固定はしてないもんね。
こっち側から乗せるか。電線は大丈夫ですね。傾いてんな、ここ。よし。大丈夫か。よし。で、アンカー出してクレームを。どっちが正解なのか、果たして。でかいね、でも結構。そんなにでもむちゃくちゃ重たいっていう感じでもない。うん。5スロット？これもしかして。うん、どうなんだろう。これでもなんか固定できる感じもしないけどね。これを荷物を。あ、できた。あ、こっちですね、正解は。はい。ならもうこっちで運びますよ。そういうことか。ね、なら、そこまで、もう行っちゃいましょう。このまま行っちゃいますよ。よし。なんや。完全に丸太属性はいらないってことね。よし。ん？ここ？そこ？え？この矢印の位置がよくわからん。わからん。ちょっと待って。乗せんの？これ、早い言ってほしいな。そんなこと書いてあった。受け渡し場所は厄介だが君ならできるはずだってことか。鉄道車両へ届けるって書いてあるの。そういうことね。電車で運ぶ。でもこのさ、さっき線路を途切れてるんだけど。これはどこに運ぶ気なの？ここ壊れてるんだけどね。え？違うわ。で、こっちに運んでいくってことか。なんかレールを直すあの契約もあります。そういうことなんだ。よし、じゃあまあクレームをどっちみち呼んでこなあかんってことね。手間かかりますね。クレームです。はい。一個ずつじゃあちょっとやっていきましょう。あと、これを2回やると。これ落ちて、この中に入れないといけないよね、多分ね。はい、落とす。入った。微妙にぴったりのサイズなんだね。よし。入った。これで貨物管理、あ、なるほどね。こうやって固定されて終わり。よし。結構手間かかりますよ。で、次が、どこだ。遠いねん、ちょっと。これ大変やな。ここまで行かないといけないな。ちょっと頑張って。2台で行かないといけないね、しかも。クレーム。考えようか。こっから、どの辺から入っていったらいいの？ここでしょ？この辺かな？どの辺が入りやすいですかね？この辺も、ま、一直線に降りていこうか。こう。この辺結構ぬかるんでるんですよね。こっちやけど、まあまあ、ここはさすがに回っていこう。2台だしね。最悪クレーンだけ行って、途中までさっきみたいに持ってくるっていうのもありかもしれないね。道がちょっとひどかったな。うん。まあ、行ける限りは行ってみます。どっちで引っ張った方がいいかな。デリーロングホーンの方が馬力あるんかな。タイヤの数は、まあまあ、でも似たようなもん。
まあいいか。よし。こっから左ですね。まあ片っぽがこける分には大丈夫です。2台同時に転ばなければというフラグを立てておきますよし、いけるかな。ここから次そっち降りれんの、こんなとこね、2台で突っ込んでいく道ではないのかもしれない。入りどうしようかっていうのもあるよね。一応隙間空いてんのかな。何これ、何が引く、あ、なんか浮いてるこれ、タイヤもしかして。お、行った、あ、行った行った、すげえ。よし、ちょっとややこしいな、ここ1台ずつ行くか。ここ抜けるとまあ早いのは早い。 なんか前が見えへんな。こういうことやってると後で使えない動画になっちゃうんですよ画面が見えないまあ一応抜けられたけど、おすすめのルートではないね、ここは、ね、行けるマス。ここ、まあ、ここで一回待機してるか。どう来た？ここでしょ？ちょっと左から抜けたら、こんないっぱい木の中を走らなくてもいいんだね。ちょっとバックして、あ、ここに道あるやん。これに従えば、従えばよかった。よし。こっちから行きましょう。おとなしく。さあ、3つ。まあでもこのセコイアは化石さえしようがないっすよ。どうせなら3本一気にね、運んでみたかったです。横に並べて無理やり乗せるぐらい。4スロットなら超重量セミトレーラーとかで2本一気に運んだりはできるかもしれない。まあちょっと地形的にだいぶその場合は無茶になりそうだけど、まあでも一応1本ずつしか運べないんで、まあまあそういうタスクなんですよね。で、あとここ降りていけばって感じ。トラック変更を。クレーンは最悪、回収で帰れるから。はい。よし。まあ、ガソリン使い切ってもいいよね。大丈夫なの？思ったけど。なぎ払っていく。たまになんかがっつり硬い木があって。ね、なんかぶつけちゃうんですけど、うん、こんな無造作に置いてあるどっから飛んできたんそれ、うん、すごいね、考えた。板材もちょっと運びたいんだけどね。まあまあいいか。よし、そうですね、2本目、まあ、来た道を帰りますか。じゃあこの辺ちょっと下がって U ターンしよう。あ、こけそうこけそう、ちょっと待って怖っ。よし、めっちゃ危ないな。ターンさせてください。もうちょっと後ろに下がっとくべきやった。ウィンチ揺れない、それ大丈夫。あぶねえ恐ろしい。いや、強引に行こう。これをこっちに引っ張る。よし、でね、まあこっからですよね、登っていくの。一応デフロック使っておこうか。なんかぶつかっ、引っかかった。何に引っかかってるの、どこが引っかかってるの、あれ
かる要素が分かんない、ね、何に引っかかってるの、倒木か石かなんかある、全然森林伐採してるの。ここ、あ、なんか木の根っこあるな、ちょっと。ええ、コシーな方が。でも、バックでは別に普通にいけるんだけど。ちょっとずらして登るか。なんで引っかかんの、ここで。お、行ったか？あ、行ったか？よしよし。根っこがなんかね、あるんですよ。それになんかちょっと一個噛んでたもんね。持って。あとちょっと重たいんかもしれないね。固定するとやっぱ、せこい。長い丸太と、どっちが重たいんだろう。よし。開けるか。行きましょう。ここで待っといて、でまたクレーン呼びましょうか。この辺り、はい。で停止、固定解除しとこう。これもう回収してガレージから行った方が早いね。入れないと入らない、うん、OK、で、荷物管理セコリ、はい、ステージ完了で、次はどこなんだ、これなんかめっちゃ遠いんだけど何これ、こんなとこまで行かなかんの、こっち仕事ないと思ってさ、燃料車回収しちゃったんですけどどうしよっかな、遠いな、あ、まあいっか、ここででも燃料補給は一応できるか、こうでしょ、ルートがちょっと待ってよ、ここだったっけ、ここでしょ、 こっちから行った方が早いかもしれないね、この辺抜けるの結構長い道のりだし、ここからこう降りて、この、なんていうの、川沿いまで行って、ここまで来たら、こう、の方がまた短いかな。こっちで行ってみようか。まあ、あんまり通ってないんで。あんまり通ってないところ、眩しい。通りたいですよね、せっかくなんで。よし。で、帰ってこないといけないしね。ここ？この辺、ちゃうか。こう降り、右行って、さらに川の方に降りていくんだよね。どこか。ついてきてる？ちゃんと。眩しい。こうですね。ここちょっとなんかガタガタしてた気がするんだけど。大丈夫？え？これ、なんか、全然曲がらないと曲がらない。よし。あぶね。よし。まあ、慎重に行きましょう。行きは特に。どっちがかけてもダメなんで、ね。帰りはまあクレーンなくても。セコイアさえ運べればいいんですけど。この、川沿いをね。分かる？何？あ、びっくりした。あ、こけたんかと思った。ここですね、一応入って。ここにまあ至るまでにいくらか入っていく道はあるんだけど。まあまあ、こっから、この道をちょっと選んでみました。
ここですね。で、この辺くにくに。で、こう。まあ、割と森の中を通るのは、ね、距離短いんで、いいかもしれない。道はどうかわかんないですけど。よし。当てる道。こっち？こっちかな。左やな。こっちにしたかった方がいいね。アップグレードか。があったとこなんでね。あ、すごい、ちょっと待って。ちょっと待って。いけるこれ。あ、きついな。これは効いてないわ。これは効いてなかったな。もう下がらへんし。いっか。いくよ。効いて。こけんなよ。こけんなよ。オッケー、ナイス。後ろもこけんなよ。オッケーオッケーオッケー。出てきた。よし。切れける。大体の道は通れるから。大体の。この下に落ちてんのかな？あ、あるわ。またこんなとこに落としても。だと届くんじゃない？さすがにこれを。そこに降りなくても。はい。で、一回止めて、トラック変。こっちは300残ってますね。まあ、帰るのは帰れるかな。U ターンします。回りにくいな。ぐるっと回るか。こけないで。よいしょ。おー。よしよしよし。ぐるっと。こんだけ角度。ついても大丈夫なもんなのトレーラー何度までいけるんだろう。よし、反省法ね。いけるかわせる。よし、ほんで、よし、まとめよう。まとめて、はい、エンジンかけて連モード。届くよね、さすがに。帰りは一人旅で。いかがってる。え、抜けた。ちょっとクレーンをどけよう。30リットルだから、あげなくていい。帰るよ。溶けたらちょっとめんどくさいね。まあでも信じてますよ、デリーロングホーン。あ、でもすごい馬力もあるし安定感もあるよね。根性スキルもありますから。あ、ちょっと待って、乗ってないじゃん。こういうの怖いな。落ちる。落ちてない後ろ、大丈夫。タイヤの跡を張っていけばいい。よし、なんとか川までは出てこれましたね。で、ちょうど200リットル。まあ、大丈夫かなと思うんだけど。帰りはどうしたらいいんだ？一緒かな？ここ、同じだね。ここまで、どっちみちここまで行かないといけないか。それでいいか。まあ、燃費との戦いですね、ほんと。もう、黙々と、進んでますけど。
ちょっとここら辺、あれだよね、危ないよね。まあでも行けるか。燃料もまだ150ぐらいあるんで大丈夫だとは思います。この森切ったらもうそんなにひどい道はないよね。よし、いけるかな。ちょっと上りなんでデフロック使って、余裕こいてちょっとデコイヤを撃ちそうとしたら私から外れて危ない。違う、恐ろしいね。こっちだね、3本目、はい、よし、到着。あら、ここで無理なんだね。そこにやっぱり入れないといけない。最悪別に荷台は何でもいいってことかそういうことになるよね。結局丸太のキャリアで運んでも、いいってことだね。積み込みさえすればいい。またクレーンをちょっと呼んできましょうか。入った、微妙、あ、入ったね。 OK、 よしで、はい、よし、これで木を使えるようになった。ありがとうあ、でも報酬は結構いいですね。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。